はい。インボイスの話をしたいと思います。Amazon ビジネスでですね、インボイス関係の変更があったということなんで、見ていきたいと思うんですが、Amazon ビジネスって何なのかっていうと、私もね、使ったことはないんですが、ほとんど普通の Amazon と同じですね。違いは法人向けであると。 いうことですよね。で、えー、まあ法人向けでまあバルクで買えたりするんで、まぁ特典とかあったりとか、まぁ、あ、えー、まあ安くなるっていうことですよね。まあそれから法人カードが使えたりとか、あとは、えー、メンバーですよね。会社。 に、えー、アカウントを発行できて、えー、いろんな人が買えると。で、それを、えー、購買部が、えー、一括で管理できるという、そういうシステムみたいな感じだと思いますね。なんで、えっ、ー、と、この Amazon ビジネスでできたことが多分、普通の Amazon でも、えー、いずれはね、反映されていくんだと思います。で、えー、インボス関連でですね、えー、変わったところ、 はですねえー、まず一つは三つあるみたいですね。で、一つはまずですね、えー、検索した後ですね、検索結果、 ですね。その横に多分サイドバーみたいなもので、えー、さらに、えー、絞り込みができるんですが、その絞り込みに適格、えー、請求書というのが追加されて、えー、発行対象が含ま,含まれる商品というチェックボックスができたようです。で、これチェック入れると、えー、もちろん、えー、インボイスが、えー、発行できる事業者からの出品だけに、ねえー、なる。 はずですね。というわけで、えー、免税事業者の、えー、商品はここで排除されるということなんですね。でですね、えー、これがですね、えー、今ですね、この説明によると、えー、検索ですね、えー、検索した後にこれが出てくるということなんですが、えー まあここはね、まあ良心的なものと、えー、絡むところだと思うんですが、まあ最終的にはこれ、えー、チェックがオンになったままになっちゃうんじゃないのかなと。あるいはまあ今もそうなのかもしれませんが、えー、クッキーかなんかで、一、えー、回入れたチェックは外、 自分から外そうとしなければ、外れないようになっているかもしれないんですが、まあ、それはもう、えー、まあ、フロントですよね。フロントエンドの仕様で変えられちゃうんで、えー、まあ、かなりですね、えー、危うい仕様だなと思いますね。えー、これがいつからかっていうと、8月4日金曜日からって、もう10月ではなくて、8月4日からもう提供されるということなんですね。 で、えー、次にですね、えー、その商品の詳細ページで、えー、この商品が適格、えー、請求書発行できるかっていうのが、えーまあ、バッチでわかると。一応ここの説明だとバッチと言ってますが、まあ、テキストですね。えー、テキストでわかるということなんですね、えーまあ。バッチかなんかアイコンにもなるかもしれないですが、まあ、アイコンも結構ね、適格請求書のアイコンって難しいですよね。えー インボイスで、ね、カタカナの E なのかね、えー、英語の I なのか、えー、でもそれだけはちょっとね、わからないんで、とりあえず今はテキストでの、えー、バッチということになってますが、えー、まあこれカートに出るボタンのすぐ下にあるんで、ここが、えー、この的確請求書発行対象じゃないっていうバッチがもし付いた場合はですね、 ちょっとカートに入れるっていうボタンをクリックするのをためらうんじゃないのか今はその文言はつかないと思いますがいずれ逆になる可能性はありますよねえー、的確請求書発行対象ですっていう文言が残るか消えて逆に、えー、的確請求書発行できませんっていう文言がねカートに入れるボタンのすぐ下に付く可能性もありますよねとするとですねえー、カートに入れる 時にですね、ええー、まあ意識してしまうわけですよね。なんで、えー、まあここでも、ええー、免税事業者のね、えー、消極的排除がね、行われてしまうということですよね。でですね、えー、さらにまずいなと思うのが、この、購買ルールの追加っていうのがありまして、 これは、えー、購買管理者向けですね。なんですが、ここに、えー、制限ルールの中にですね、えー、的確請求書発行対象外の、えー、出品っていうのがあるんですね。えー、的確請求書発行対象外の出品を制限できるということですね。えー、なんで、まあ、ここ、管理者がですね、購買管理者がここをチェック入れちゃうと、もう免税事業者の商品は出てこないということですね。 さらにですね、えー、絞り込みルールっていうのもあって、これも、えー、購買管理者が、ね、絞り込みのルールを最初に設定できるっていうふうな、ねえー、ことになるということですよね。なんで、えーまあえー、制限ルールはない、要するに、えー、制限はないんだけど、絞り込みルールの方で、えー、免税事業者の商品を排除。 最初しておくということができるわけですね。で、えー、探している商品がなかった場合は、その絞り込みルールのチェックボックスを外して検索するということが可能になるということなんですよね。で、えー、1の制限ルールと違って絞り込みルールの方は、だけの設定になると、まあ、免税事業者からも買うことはできると。 いうことがこの1と2のね、違いになるんですが、私がこの購買ね、管理者だったとしたらですね、まあもうまたろっこしいことはせずにですね、1にチェック入れて終わりかなと思いますね。で、まあ、えー、まあ、アマゾンプライムとかね、えー、皆さんそうだし、私もそうなんですが、もう送料無料の商品しか買わないですよね。 で、まあ、送料無料って表示がどうなのかって問題ありますが、もう、基本プライムの商品で、送料無料の商品しかね、買えないわけです。それと同じで、まあ、免税事業者の商品をね、同じ値段だったらわざわざ買う必要はないわけなんですよね。あの、特に課税事業者、法人はですね。なので、 これは事実上、えー、免税事業者、インボイス導入による免税事業者の排除ということが、まあえー、表面に出た、えー、形なんですね。で、えー、私の予想だではですね、えー、10月以降に、えー、落ち着いたらやってくるんじゃないのかなと思ってたんです,ですよね。で まあ政府とか財務省もそう思ってたんじゃないのかなと思うんですよ。なんで、このインボイス前にこれを導入したってことは、まあさすがアマゾンもね、効、え、率、ー、お客様重視、効率重視の外資系だなと。そんなの知ったことかと。客が望んでることをやるということだと思うんですね。まあ空気読まないってやつですね。政府のね。えー、なんで、8月4日からもう入れちゃうと。 いうことなんで、これは逆に言えば、このインボイス導入の反対派の人たちが、えー、免税事業者が排除されるからやめろって言ってることの、えー、最初の例になったんじゃないのかなと思,思いますね。これがアマゾンだからインパクトが強いわけですね。これいずれアマゾンプライムにもなります。アマゾンの方の普通の方にもね、えー、採用されると思いますし、 それから、まあ、楽天とか、いろんな、え、業種、アスクルとかね、え、そういうものですよね、え、にも、え、波及していきますし、それどころか、その、ランサーズとか、あらゆる求人、え、リクルート、それからフリーランス系エージェントとかに、え、この、え、インボイス発行事業者がどうかチェックボタンっていうのが、え、採用されていくのは間違いないと。その、 まあ、唇を切ったのが、このアマゾンビジネスだっていうことなんですね。なんで、今までですね、反対、インボイス反対の、導入反対の人たちはですね、えー、こういうことが起きるからやめてくれって、 言ってたわけですねねイインボス、ねえー、なんですが具体例がなかったんですがまさかのねインボイス導入前にね具体例がしかも、えー、日本最大規模のアマゾンで、えーえー、楽天より多いですよねだから多分アマゾンが最大規模だと思うんですが、えー、最大規模のアマゾンで導入されたっていうことのインパクトは大きいしこれを、えー、反対のね、えー、理由に えー、強烈にプッシュできるとは思いますが、ちょっとインパクトが大きすぎて、えー、ショックの方がでかいかなというところですね。えー、なので、えー、まあ明日からですよね、は、えー、この Amazon ビジネスのデイも反対理由に、えー、入れられるんじゃないかと思います。